どうも、松林氏です。さあ、今回の動画はですね、こちらをやっていきたいと思います。こちらで、J1 リーグ第30節、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪徹底分析っていう感じでですね、今回鹿島アントラーズのですね、分析動画をやっていきたいと思います。さあ、今回なんですけども、鹿島アントラーズのね、分析動画をですね、やっていきたいと思いますけども、まあ、今回の試合ですね、まあ、前節ね、本当にショッキングなですね、敗戦をですね、本当にいたしまして、僕もですね、まあ、なかなかですね、本当に、鹿島に関してはですね、なかなか立ち直れない状況なんですよね。はい。で、天皇杯も近づいてるっていうことがありますので、ここからですね、元気出して、僕もですね、分析しなければならないんですけども、ちょっとですね、ショッキングな展開なだけに、立ち直るのにですね、まあ、本当にちょっと時間欲しいなと思っております。で、今回ですね、鹿島アントラーズ、セレッソ大阪とですね、対戦いたしまして、まあ、前節のですね、悪も払拭するかのような1対2のですね、逆転勝利っていう感じになりました。本当におめでとうございます。やったぜ。あやせ。まあそんな感じでですね、はい、あやせって言っちゃいましたけどね、上田綺世選手のね、2得点素晴らしかったです。本当に。で、あとはですね、1対2の逆転勝ちするっていうのがですね、なかなかですね、鹿島としては、なんかね、いろいろとですね、匂わせてますね。今回の試合ですね、まあ逆転勝利はしたんだけどもなっていう感じで、確かに勝利に関してはすごく嬉しいですし、勝利したですね、まあ後半戦に関しては僕ですね、本当に評価したい部分いっぱいありますけども、やっぱちょっと気になるなっていうところがですね、ありましたので、その辺をですね、解説していきたいと思います。そんな感じでよろしくお願いいたします。で、じゃあ両チームのスタメンでございます。鹿島アントラーズはですね、今回4-4-2でしたね。海輝選手と土井翔馬選手のですね、まあ、2トップっていう感じになりましたね。なんかね、この2トップに関してはですね、結構意外でした。あとはですね、松村選手が先発っていう感じになりましたね。あとは常本選手がですね、先発からですね、帰ってきましたね。で、対しまして、セレッソ大阪。セレッソ大阪はですね、4-4-2ですね。で、今回ですね、やっぱセレッソ大阪の気になる選手って言いますと、やっぱ乾選手。で、やっぱですね、この乾選手の間受けとかですね、カットインからのドリブルシュート、これがですね、やっぱ得意なのかなっていうことをですね、世界のトップをですね、経験してるからこそね、本当にね、いろんなものがですね、見れて。やっぱね、J リーグにですね、こういう海外から帰ってきてる選手が、日本にですね、いろいろ伝えていくっていうのがですね、やっぱ素晴らしいのかなと思ってますし、まあ、今後もですね、いろんな選手がですね、帰ってきてほしいかなと思っております。というわけで、今回ですね、鹿島アントラーズが前半戦ですね、まあ、押し込む展開の方が長かったんですよね。で、それに対して耐えしのぐ、セレッソ大阪っていうこともありましたので、まず、その鹿島アントラーズの前半戦での狙いと、そこからですね、セレッソ大阪の狙いもですね、解説していきましょう。で、鹿島アントラーズの狙い。鹿島アントラーズのですね、狙いはですね、クロスからの得点。これをですね、結構やってたんですよ。で、今ですね、クロスからの得点で、今回ですね、海輝選手も入ってたんで、この海輝選手がですね、外から中へ入っていくっていう動きとかですね、やってましたね。で、あとはですね、土井翔馬選手もですね、結構このところで飛び込むっていうことをですね、クロスから中央に飛び込むっていうことをですね、やってましたね。で、あとはですね、この荒野選手と松村選手の起用。松村選手と荒野選手をですね、起用したことによって、センターバックとサイドバックに、まあ本当にですね、スプリントして走っていくっていう動きをですね、今回やってたのかなと思っております。なんでね、今回ですね、鹿島アントラーズとしましては、前半戦はですね、結構、ダイレクトパスがですね、僕は多いように感じました。なんで、ダイレクトで繋いでって、ダイレクトで繋いでってっていう感じで、なんて言うんだろう、ボールを落ち着かせる選手っていうのがですね、まあピトゥカ選手とか、まあ土井翔馬選手がたまにやるっていう感じだったのかなと思っております。ただですね、今回セレッソ大阪がですね、守備のところで 4-4-2 のブロック守備を組んできたんですよ。で、今ですね、4-4-2 のブロック守備を組むことによって、中央がですね、やっぱ固められるんですよね。で、この中央を固めるってことになりますと、鹿島としましては、クロスからの対応をですね、されてしまうっていうですね、まあ、末路をですね、辿ってしまってるので、これですね、いつも通りの鹿島のですね、まあ、速攻に関してはすごく良かったんですけども、これがですね、もし、遅攻になった場合はですね、結構ですね、手詰まりの状態が起こってたのかなと思っております。この速攻に関して象徴するシーンですね。象徴するシーンと、あとはですね、この遅攻のところでもうんってなるところがありましたので、これですね、19分のシーンに現れてましたので、そちらの方をご覧ください。はい、というわけでですね、これ19分25秒のシーンなんですけども、これですね、ここにいる選手、松村選手ですね。で、ここにいる選手がですね、アルトゥル海輝選手ですね。で、海輝選手はですね、こう中に入っていこうとする動きをですね、やるんですよ。で、松村選手はですね、こういう風に、縦にですね、突破する動きにですね、出ようとしてますね。で、ここにいるですね、ファーランド選手は持ち込もうとする動き。で、次のシーンで、ファーランド選手はですね、
ここからですね、どんどん持ち運ぶのは良かったんですけども、これですね、松村選手のですね、まあ、さっきのシーンを見てもらいますと、ここのですね、センターバックとサイドバックの間に走ってたんですけども、ここのですね、センターバックとサイドバックの走りがですね、まあ、フリーランニングっていう状態になってしまいました。で、その後ですね、海輝選手がですね、こう中に入り込もうとしてるんですよ。これですね、ファーラーの選手に対しての選択肢は、やっぱですね、こっからのクロスを送り込むっていうですね、選択しかないか、もしくはですね、一回作り直して、ここにですね、松村選手が深い位置にですね、侵入してきたところで、そこからですね、松村選手がクロスを上げるとか、ファーラーの選手がクロスを上げるっていうですね、選択しかですね、なかったのかなと思っております。で、次のシーンで、ここからですね、ファーラーの選手ですね、クロスを送ってきたんですけども、これですね、クロスに失敗いたしまして、そのままですね、相手のですね、ボールになってしまいました。というわけで、続いてですね、セレッソ大阪の狙いをですね、解説していきましょう。セレッソ大阪の狙い。今回ですね、このセレッソ大阪ですね、最初ですね、2センターバックで回してるのかなと思ったんですけども、原川選手がですね、結構アンカー気味っぽいところにですね、いたんですよ。なんで、原川選手のアンカー、松田選手、そして丸橋選手のですね、サイドバックの選手が幅を取るっていう感じのことをやってまして、あとはですね、と、むつき選手、どっちかが降りるっていう関係性を作って、そしてですね、奥の選手が上がるっていう関係性を作ってですね、これですね、4枚のですね、中盤になってましたね。ショートパスから、乾坂本選手に預けての、そっから一発裏を取るっていうですね、まあ、感じだったのかなと思っております。で、それに対しての鹿島アントラーズの守備。やっぱ鹿島の守備って4-4-2のですね、プレスをですね、するじゃないですか。で、今回ですね、鹿島としまして、すごくですね、この4-4-2のプレスがはまらないことによって、結構ですね、やばい状況が起こってたんですよ。まず、このアンカーの選手、アンカーの原川選手をですね、フリーにさせてしまいますと、原川選手からですね、サイドの選手に対しての配球がですね、できてしまいますよね。で、今回ですね、ピトカ選手がですね、この原川選手に対してプレス行った場合、原川選手にプレス行った場合はですね、サイドに逃げる。まあ、これですね、坂本選手にですね、パスを出してる前提でのお話なんですけども、基本的にですね、松田選手が受けたのかなと思っています。これを象徴するシーンと、さっきのですね、攻撃をですね、象徴するシーンがございましたので、これですね、こちらの画像をご覧ください。というわけで、これ6分のシーンなんですけども、ここですね、原川選手ここにいますよね。で、まずですね、ここの時点で、ここに対してのプレスがですね、はまっていない状況がですね、続いてますね。で、これですね、ここの選手、ミサオ選手だと思いますけども、ミサオ選手がですね、原川選手にプレス行ったんですよ。で、ここにいるですね、松村選手はですね、ここの選手に対してプレスに行こうとするんですけども、これですね、間に合わずにこれですね、前に向かれてしまってるんですよね。で、ここにいるですね、ピトカ選手もですね、ここにいる選手に対してプレスに行こうとしていくっていうですね、人を捕まえる守備をですね、していこうとしてるんですよね。で、これですね、次のシーンで、はい、これですね、6分2秒で、これですね、横の選手に対してパスがですね、渡ってしまいましたね。で、その後ですね、ここにいる大久保選手がですね、裏を取る動きに出るんですよ。で、鹿島としましては、ここからですね、リトリートをする、まあ、撤退するっていう形をですね、まあ、狙ってやってたのはですね、良かったのかなと思っております。で、次のシーンで、で、今度ですね、ここの選手に対してボールが行きましたね。で、その後ですね、ここにいる選手がですね、ここにいる、ボールを持ってる選手に対してプレスに行こうとしていく。で、ここにいるですね、ピトカ選手はですね、奥の選手に対してプレスに行こうとしているんですよね。大久保選手はですね、裏を取る動きをですね、しようとしてるんですよ。で、やっぱですね、この裏を取る動き、今回このですね、サイドハーフ、ここにいるですね、サイドハーフ、坂本選手がですね、ここに行こうとしているので、ここのですね、ライン間をですね、坂本選手が出てって、そこからですね、裏を取ろうっていう動きか、もしくはですね、こっからもう直接ですね、裏を取るっていう動きをですね、今回、セレッソ大阪は今回ですね、これをですね、狙いとしてやってたのかなと思っております。で、次のシーンで、はい、これですね、裏に出ましたね。ただですね、これですね、裏に出たのは良かったんですけども、大久保選手ですね、残念ながらオフサイドっていうですね、惜しいシーンになってしまいましたね。で、その後ですね、後半ですね、鹿島アントラーズですね、選手を交代したんですけども、そのですね、選手を変えた直後にですね、鹿島アントラーズ失点をしてしまいましたね。で、その後ですね、鹿島アントラーズ、遠藤選手がですね、入りましたね。で、遠藤選手がですね、入った途端に、これですね、鹿島アントラーズの攻撃、ちょっとですね、変化を加えました。これですね、変化をですね、加えた攻撃がありましたので、これですね、画像をご覧ください。で、ここにいるですね、遠藤康選手がですね、ここに受ける状態。で、これですね、このライン間で受けるっていうことをですね、意識してましたね。これですね、ここにいる選手もライン間で受けようとしている。これですね、おそらく上田康選手だと思います。で、ここにいるですね、荒木選手はですね、こう、裏を取ろうとする動きをですね、やってるんですよ。で、この後も、この79分39秒のシーンでも、やっぱですね、ここのライン間、まあ、ここのですね、バイタルがですね、結構空いてきているっていうのもですね、問題なんですけども、ここのですね、バイタルのところに一人選手がいる。で、ここにもですね、選手がいる。で、前半はですね、ここのバイタル
のところが空いてても、裏裏裏っていうですね、関係性になってしまって、ボールがですね、落ち着かない状態がですね、続いてしまってるんですよ。で、これですね、実は上田綺世選手の PK 獲得のシーンにですね、繋がるんですけども、ここにですね、いる選手がですね、常本選手ですよね。常本選手がここにいる。で、ここにですね、遠藤綺世選手がいる。で、ここにですね、遠藤選手がいることによって、ここにですね、遠藤選手が預けたところ、常本選手がサイドのですね、追い越す動きをですね、しやすい形になっている。で、ここにですね、ちょっとしたスペースができてるんですよ。で、ここのですね、スペースに対して、次のシーンで、はい、上田綺世選手ですね、ここのスペースに対して飛び込もうとしている。なんで、後半のですね、攻撃の違いとしましては、ボールがですね、結構落ち着くようになったんですよ。なんで、ボールをですね、落ち着かせた上で、そこからですね、裏をですね、狙うっていう動きをですね、できてたのかなと思っております。なんでね、この速攻も当然ながらできるんですけども、遅攻のところをですね、まあ、修正できたのはですね、この荒木選手、そしてですね、遠藤綺世選手がいることによって、できたのかなと思っております。はい、見てもらったのかなと思っていますけども、これですね、やっぱライン間で受けることをですね、後半は意識したんですよ。で、そのですね、ライン間を受けて、そこから追い越す動きで、その後ですね、上田綺世選手のオフザボールの動きとか、あとはですね、このスペースをですね、開けていく動き、これですね、やったおかげで、ライン間からですね、いいボールがですね、配球できたのかなと思っております。というわけで、今回ですね、鹿島アントラーズ対セレッソ大阪のですね、分析をしてみましたけども、いかがだったでしょうか。ね、今回に関してはですね、まあ前節のですね、悪夢を払拭する上で、やっぱですね、勝利を求められた。で、今節ですね、もし勝利できなかった場合、本当にどうしようっていうですね、まあ自信を失ってしまう可能性があったので、本当にね、今回のね、勝利に関しては僕ですね、まあ自信を取り戻す上では、やっぱ大きい勝利だったのかなと思っております。まあそんな感じで、この動画が面白ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、SNS もやっておりますので、そちらの方もぜひ。そしてですね、リアルタイム生配信、こちらの方でですね、鹿島アントラーズ松本山雅をですね、リアルタイムで戦術的にですね、見ながら応援していくっていうですね、配信なので、ぜひですね、そちらの方も遊びに来てみてください。最後感じましたけども、次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白ければ、いいね、コメント、お待ちしております。あとですね、SNS、Twitter と Instagram、こちらの方、やっておりますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。